敵地ですが、自分の部屋のベッドに入れば回復できます。21戦目、カイナット。通常、津波、防御の3つの形態がある。ターン経過で津波形態に移行。津波形態は強力な全体攻撃、津波を使用する。津波形態は、雷魔法で解除可能。HP700 以下になると、防御形態へ移行。自身の HP を回復を、津波形態へ移行する。あらかじめ、セシル以外を瀕死にしておきます。セシルは、アラディンの特性により、瀕死の仲間をかばいます。敵の物理攻撃を防ぐ、有効な手段です。ただし、セシルが瀕死状態以上、防御中の時は、味方をかばわなくなるので、要注意です。1ターン目は、ヤン、タメル、セシル、戦う、パロム、サンダー、ボロム、スローを、最速で入力します。ターン経過で、カイナットが津波形態になりますが、その直後、パロムのサンダーで、これを解除できます。この時、タイミングが遅れると、津波形態を解除しても、津波を使われてしまいます。そこで、あらかじめ指定の並び順にして、行動順を調整しておき、最速入力することで、タイミングがずれないようにしています。ヤンは、氷の爪で弱点をついているので、ダメージを期待できます。テラは、ヤンが攻撃するのを待ってから、サンダガを選択します。なお、最速入力については、バトルスピード6の場合、1.1 秒の猶予があるので余裕です。しばらくすると津波形態に移行しますが、タイミングを合わせているので、直後にサンダガで解除できます。津波形態時は雷属性が弱点になるので、大ダメージを与えられます。ダメージが足りず防御形態へ移行しなかった場合は、パロムのブリガラで追撃します。通常形態は氷属性が弱点なので、結構なダメージを与えられます。無事、防御形態へ移行したら、この間にパーティー外成長のための間引きの準備をします。セシルの武器をダンシングダガーに持ち替えて、自身を攻撃します。これぐらいまで HP を減らせば、OK です。最後まで残すキャラは、今回もテラにしました。理由は前回同様、火力が高く、とどめを刺しやすいからです。なお、ヤンを残した方が今後若干有利になりますが、敵の回復量を上回れず、自利品になる可能性大です。結局、有利になると言ってもビビタルさなので、ここはテラに任せてしまって問題ありません。防御形態の次は津波形態へ移行します。このまま、津波を使ってくるのを待ちます。津波の威力は、カイナットの残り HP 依存なので、HP を減らしておけば、ここまでダメージを抑えられます。微妙に HP を高く残しておいたテラだけ生き残るので、最後はサンダガで、とどめを刺します。4000ビル入手。
経験値1人当たり5500入手。テイク2は2回でした。なお、この後のイベントで双子が離脱するので、あらかじめ双子の装備を外しています。募集。ロッド、杖、羽根付き帽子2個、革の服2個、鉄の腕輪2個。